はい、ね、今足立、ね、府議会議員選挙スタートして、もうこれだけ多くのボランティアの方がですね、今少子張りしてくれてます。すごいです。禁止、老、波、等、十二、十四、十六、十八、二十、二十二、二十三、どこにいますか、二十二、二十六、二十七、二十六、三十、まあ三十には優にいます。NHK からね、NHK から国民を守る党は、ボランティアの方にお弁当も交通費も出さないというですね、もう、まあ、ある意味とんでもない、他の陣営からしたらとんでもないと思うんですが、これだけ多くの方がブラック企業が飛んでますが、ね、あの本当にこれぞ僕は選挙だと思います、ね、あのどっかの、ね、どっかのなんか維新の会の議員さんみたいにね、80万円払って運動員集めなきゃいけないっておかしいんですよ。なんかね、緑の服着てやってる人ね、なんか顔を作り笑顔やと思ってたら、あれお金で運動してたっていうことですよ。僕ね、維新の会の人どうやってこんなに運動員集めてくるのかなと思ってたんですよ。だって一つの陣営にいっぱいいるわけですからね。結局はお金を使ってた人がいた、不正なお金を使ってた人がいたと。我々はこのようにもう本当にインターネットで呼びかけをして、もう庶民が、NHK おかしいんだと、立花さん頑張れ、今回であれば火曜丸さん頑張れ、みんなわざわざ交通費を出して自腹を切って飯もね、弁当も出してないのに、これだけの人が集まっていただいている。この後、まあ、暑くなってきましたけども、ボランティアポスターの貼りにも行っていただけるということで、もうね、涙が出るぐらい嬉しいです。これこそ僕は庶民の力だと、なんだろうな、国民の力だと思います。いろんなね、妨害もありますけども、頑張っていきたいと思います。本当にボランティアの皆さんのおかげで NHK から国民のとここまで成長させていただいております。皆さんのご期待に添えるように、しっかりと NHK のスクランブルの実施、そして NHK の被害者をお守りする、もちろんこの時間もね、ちゃんと電話オペレーションセンター営業しておりますので、 NHK が来たら直ちに私ども NHK から国民を守る党にご連絡ください。そして足立区民の皆さん、ぜひともですね、今回の選挙、会話周りの投票いただいても、最初の票はゼロにしかなりませんが、しかしながらその後必ずですね、裁判に勝って当選を勝ち取ると、憲法に合わない法律を変えていくということをしっかりとやっていきます。皆さん一緒にこの国のおかしな部分変えていきましょう。以上です。足立区より NHK をぶっ壊す。